Hey guys, I'm back here again. So, I just have 2 days to go back to the States. Then, this is the last day to be with my friend. So, we're heading to barbecue today. ということで、地元の友達に運転してもらって、東松山の方まで行きます。向かってます。あと一人、酔いつぶれて死んでるけど。あれは起きてます、実は。あれは起きてます、実は。何買いますか。ブルーセンのミステッポを買いたいと思います。あ、ミステッポ買うんだ。え、買わないの。買うでしょ。買うんだ。大きいの、大きいの買ってきます。買ってきます。花火とか買っちゃいます。誰だよ、これ買ったのは。いらねえんだよ。ミステッポと花火と買っていった。スプラウトそれいくら。3000円。3000円です。で、これから食料品を買ってバーベキュー場に向かって行きます。着いたぜー。水で落ちるよ。川に落とすよ。慣れないよ。起きたらバーベキュー場だったでしょ。うん、魔法だった。着きました。着いたぜー。喋って、本当に本当に恥ずかしいからやめて。本当に恥ずかしいからやめて。どうですか。カリッカリじゃん。どうですか、焼き具合は。あ、いい感じです。いい感じですか、はい、とても。放り投げた肉。乾杯。はい。これから帰って浴衣を着て集合。集合してまたちょっと日本っぽいことします。で、いや僕は運転の番だ。浴衣です。で、これからみんなを集めに車で迎えに行きます。僕はい、というわけで今家に帰ってお風呂に入ってきました。すごいめちゃくちゃ日に焼けました。あと明後日にアメリカに帰るんですけども、いつもここで撮影してるじゃないですか。けどなんか今もう部屋がめちゃくちゃ汚くなっちゃったので、あっちにつけるかもあるんですけど、そこら辺の今日は整理をしていこうかなっていうふうに思います。で、その時になんかちょいちょいなんか目についたものを紹介していけたらいいかなっていうふうに思います。持ち物のね。で、今軽くスーツケースに入ってるのが、誕生日でもらったラッシュのシャンプーとか、あとコンディショナー、これ持っていこうかなって思った。あとなんか朝1分で使えるらしい顔パック、なんかサボリーノっていう、なんかこれも持っていきます。で、あとウェイボーのワックスとか、これはもう2年違うな、もう4年5年ずっとこの同じ
ワックスを使い続けてるので、これを持っていきます。詰め替え用で2個半ぐらい使えるので、半年ぐらい使えます。で、あとは適当に本とか、無印のノートをめちゃくちゃ買って買い出したのと、あとメモ用のこういうなんかメモ用紙を買いました。これ全部無印で50円で買うことができたので、なんかセールやっててノート全部50円でしたね。これは全部映像の、ネタ出しとか、映像のなんか動画の分析した時用のやつになります。これがなんか洗濯ネット、これは誕生日プレゼントに友達にビームスの T シャツもらったので、それを洗濯するようにもらいました。もちろん筆箱とか、これもなんか友達に誕生日プレゼント、これはなんかお土産でもらった、ボリビアのお土産で友達にもらったやつと、これなんか留学頑張ってねって言ってお守りもらったので、これずっとつけてます。しかまだこれだけしか片付けてないので、他のものも入れていきます。冬服がいっぱいあったのでこれを入れていきます。ほとんどパーカーですね。これケイシーナイスタッドの、僕が大好きな YouTuber のオリジナルのパーカーと、これどっかで買ったやつだな、トレーナーみたいなやつと、マフラーと、ウルトラライトダウンと、アパクロのパーカーに、あとこれはエアロポステールのパーカーかな、これを入れていきます。それとコンタクトを、いつも行く日数分持ってってくるので、今回も半年分のコンタクトを持ちました。で、反対側も洋服を入れました。はい、こんな感じである程度片付けは終わったので、あとは明日一日予定を空けてあるので、ゆっくり忘れ物ないかの確認とか、あと日本でなんかやり残したことというか、やっておかなきゃいけなかったことはないかなというのを確認してから、ゆっくりアメリカに向かっていこうかなというふうに思います。それでまた次撮れる動画は多分出発の時に Vlog を撮ると思うので、ぜひそちらの動画も楽しみにしててください。すごい日本の夏休みは十分すぎるほど時間もあったし、会いたい友達にも全員会えたし、良かったんじゃないかなというふうに思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。